空気を読む、想像する能力というものを強制する、読む文化というものが今日本でパワハラを生んだり時間の浪費を生んでいるので、自分の考えている行間を読めないから使えないやつだなっていうふうに思っちゃった。だから合わせいくっていう感覚、監督が求めているお芝居が書いてないから、それを学ぶ場がなぜかワークショップになっていて、監督が俳優にお芝居を教えるっていうわけのわからないことが起きてる。そこ理解されてない人が多いんです。でここですげえ大事で、映画パーソナリティことぶきつかさです。ことぶき映画同好会緊急生配信としまして、松坂ゆきさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前提として、日本映画界におけるパワハラセクハラの問題がやっぱり露出してきてるわけじゃないですか、はい、今までその日本の俳優さんずっと押さえつけられてきたんですよ、はい、パワハラを受けたのは演技が下手だったから、監督の言うことを聞かなかったからとか、セクハラを受けたのはガードが甘かったからとか、そうじゃないんですよ、うん、パワハラをやっている向こう側が悪くて、そう、向こう側がちゃんとした演出ができないから、自分の映画を作ると欲を満たすために他人を踏みつけにしているのがパワハラ監督ですよ、うん、まず日本の脚本構造に問題がありまして、うん、ほとんどがセリフだけで構成されていて、うん、情緒を感じるシーンとかで点々点とかこうめちゃくちゃ多い行間を読む能力と、あと点々点が何を表しているのかというのことを読む能力、今このシーンではどういう風な見た目なんだろうということを想像する能力というものを強制する、うん、それがないとちゃん脚本を読めないというような方式になっているんですよ、うん、監督が求めているお芝居が何かわからないという原因なんですよ、うんうんうん、書いてないから、うん、書いてないということは、この監督だったらこの行間この点々点をこういうふうに読むだろうなっていうふうに空気を読むということが必要になってくるんですよ、うん、で監督からしたら、お前たちは自分の考えている行間を読めないから使えないやつらだなっていうふうに思っちゃってるわけなんですよ、うんうん、でこの日本式の脚本がそういうふうにパワハラを生む根源になっているから、俳優だけではなく照明さんとか小道具さんとかにも全部それが適用されてて、行間に書いてないことを皆さん自分たちで読まなきゃいけないで、読めないから演出部の人たち、つまり助監督とか監督とかが口頭で口で説明しなきゃいけないんです、うん、このシーンはこのセリフはこういう状態でこういう感じの見た目でこういう風になってるんですよっていうのを何十回も何百回も説明するんですよ、うん、何時間もかけて何十時間も、これってものすごい非効率的なことで、僕ね一個ね今思い出したのはね、とあるねだいぶ前に出たドラマなんですけどもね、まあ、監督さんが、まあ、僕は演技するじゃないですか、でちょっと違ったイメージがあったみたいでちょっと一旦止まったんですよ。そしたらその組の、ヘアメイクさんが寄ってきて、あの監督こういうのが好きだよって言ってきたんですよ。だからですげえ僕のために言ってきたんです。でも僕ヘアメイクさんで演出されてんのかって、だから合わせいくっていう感覚もちょっとあったりして、そうです。それがだから恐ろしく非効率的だし、うん、1日の撮影の中で 2,3 時間をその演出の説明に使ってるんですよ。監督が例えばドライリハ、あの撮影前のカメラをセットアップする前のリハーサルとかで、うん、俳優たちに台本に書いていない部分を口頭で説明するんですよ、うん、口で、うん、でこれすごい時間かかるんですよ。その瞬間に初めて俳優はそのことを聞くし、うん、でそのあでも自分はこう思うっていうふうに議論が始まったりして、うん、どんどん時間が遅延していくんですよ、うん、でこの演出がもともとハリウッド式脚本のようにちゃんと文字として書いてあれば、この口頭で説明する時間っていうのは必要なく、うん、でしかもその助監督の人たちは毎日毎晩その明日撮る撮影のその書いていない演出の確認というミーティングをしなくてよくなるから、うん、普通に日本1日の撮影時間のうちの2割以上がおそらく節約できるんですよ、ハリウッド式に変換すると、ね、空気を読む、この監督さんはこうに違いないっていう風なその読む文化というものが今日本でパワハラを生んだり、うん、その時間の浪費を生んでいるので、それをなくすことによって予算をもっと圧縮し、もっとクリエイティブに使いましょう予算を、うん、で俳優たちに自分が何を求めているかってちゃんと説明しましょうよと、もともと日本式脚本であるがゆえに
俳優たちはこの監督であればこういう演出に違いないというふうに、それを学ぶ場、この監督はこういう演出のはずだっての学ぶ場がなぜかワークショップになっていて、うん、で俳優たちはこの監督はこういう演出が好きに違いないというこの監督色、監督の色を読むことを、うん、なぜかお芝居を勉強しているっていうふうに勘違いしてるんですよ、うん、実際にはお芝居を勉強してるのではなく、この監督はこういうお芝居の種類が好きだとか、うん、この監督はこういうセリフとかこういうセリフ回しはこういうふうに読むんだって、この監督の個人の色を学んでいるだけなんですよ、うん、本来はワークショップという場はお芝居、演技というものをちゃんと演技のプロから、お芝居のプロから学び、パワハラセクハラとか一切ない状態でどん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 自分のお芝居のですね、役幅とかその演技法、演技の仕方とかをですね、うん、学んでいくところが本当は、うん、ワークショップというところ。僕はね、知らなかったことがあった。いや、ツイート見てて、要はね、日本のこのワークショップの問題点っていうのあると思ってて、映画費用、去年ですか、映画費用っていう雑誌があって、でその小さなスペースなんですけど、僕ワークショップに対する提言をしたんです。要は健全でないワークショップがあるよってことは僕は言いました。だからといって何の影響力もなかったかもしれない。でも今回一連のツイートを見ててね、僕は知らなかったことがあって、これちょっとお答えしてほしいんですけど、アメリカではキャスティングを前提とした有料のワークショップが禁止されているんです。その通り。つまり、はい、オーディションが有料ではいけないんですよ、はい、なぜかというと、例えばじゃあ役を取りました、それでそのまあお願いします、お金払いますよね。でということは俳優側がお金を払って自分がキャスティングにするのを有利にする行為、つまり逆に言うと、そのプロデューサーが監督側がお金を払った人を優先的に雇用する行為っていうのは賄賂に値するわけですよ。はいはいはい、はい、そうですね。だから当然のように、ペイトゥープレイっていうんですけども、違法行為でですね、1年以下の禁錮か、1万ドル以下の罰金でね、これね、ワークショップに関してはね、僕はワークショップを受けたことがないんです。だ要は、演技の勉強したことはあるけども、でもね、ここ本当に日本グレーなんですよ。グレーって言い方はおかしいですよ、になっちゃってるわけです、ね、つまりワークショップが有料なのは問題ないです。そうですよね。だからここで勘違いしちゃいけないんですよ。要は健全なワークショップはあるんですよ。でも例えば今言ったような、もうちょっと踏み込むと、そこに現れる俳優の方だとか、演出家の方とか映画監督プロデューサーが、例えば有料でワークショップ演技を勉強してるよっていうところで、ちょっとこうね、声をかける、飲みに行く、もしくしたらそこで搾取が行われてるっていう現状があるという話も聞きます。だからここは線引きはきっちりしなければいけないと思ったんですけども、結構時間経っちゃってます。でまだまだ聞きたい話があるんですけど、コメントでそうね。